4回の裏に入っています。4対1とジャイアンツがリードしている今日のゲームです。この回は先頭9番の宇都宮から始まります。ジャイアンツは3回に亀井、そして高橋由伸にホームランが出ました。一挙に3点加えて4対1と勝ち越しています。マウンドには先発のコーコランの後を受けまして2番手で6年目の田中健二郎、サウスポーピッチャーが上がっています。宇都宮の打球はショートの頭の上、センター前、モーガンの前に落ちました。先頭宇都宮が出まして、ノーアウトランナー1塁、1番の中井に回ります。宇都宮から始まるところですが、この回先頭バッターとして塁に出ました。